ファーストね、大丈夫ですか。はい、今日はね、結構湿度が高いんで、大丈夫？今日外はね、ちょっと肌寒いぐらいですけど、湿度が高いんで、胸ごろとかね、水分補給してくださいね。お花手向けられたの。ちょっとね、五郎さんの足の裏がすごいこう、いや、ちょっと苦労の跡が垣間見えますが、ちょっとね、今度、ちゃんと直そうかと思って直せるところがあるんですか。ちょっと塗りたくろうかなって思ってます。どうやらね、噂では新しい梨側もみたいな話も出ておりますが、お、すごい、どっち先できるかわからない。でも、まあ、花ちゃんも結構あれだ、汚れがさ、白いから水飲んでますね。ね、ゆっくりしてくださいね。まだ時間は大丈夫でございます。ちょっと休憩していただいて、この後じゃんけん大会したいと思います。はい、今度来てくれて終わりです。じゃんけん大会の景品だけ先にご説明させていただきますと、前回2月に開催いたしましたふにゃっしーのバースデーイベントの告知ポスター、捨てるのもったいないのでこちらにサインを入れてプレゼントしたいなというふうに思ってます。あと5月13日に開催した船五郎のバースデーイベントの告知ポスター、こちらにもサインして、プレゼントしたいなと思います。計2名のお客様にプレゼントしたいなというふうに思っております。はい、では短い時間でしたけど、皆さん船五郎大丈夫ですか。はい、はい、じゃあまずふにゃっしーのポスター争奪じゃんけん大会やりましょうか。はい、じゃあふにゃっしーから。じゃあふにゃっしー、勝った人負けた人どうしますか。勝った人、じゃあ勝った人ふにゃっしーじゃんけんに勝った勝ち残りでお願いします。はい、はい、グループで、参加されている方はグループで1名のみの参加でお願いいたします。はい、一応この中で囲っている内側の椅子に座っているお客様だけになりますので、ご理解いただければなと思います。さあ、それではふにゃっしー準備はよろしいでしょうか。じゃあふにゃっしーじゃんけん込んでいきたいと思います。ではお座席座られている方手を挙げてくださいね。はい、じゃあいきます。ふにゃっしーじゃんけんほい、パー。チョキの方残ってください。チョキの方残ってください。それ以外の方は残念ながらこちらで敗退になります。まだいっぱい残ってるね。はい、じゃあもう一回いきます。2回戦、はい、じゃあいきます。せーの、にゃっしーじゃんけんほい、グーパーの方1,2,3,4 5名かな、残ってますね。もう一回いきましょうか。はい、3回戦いきます。はい、乗ります。はい、じゃあいきます。せーの、にゃっしーじゃんけんぽい、グーパーの方全滅です。全滅、はい、じゃあ今の方、最後まで残ってた方、今のところまで残ってた方でもう一回やりましょう。はい、はい、じゃあいきます。もう一回これで決めましょうね。じゃあいきます。いきます、せーの、にゃっしーじゃんけんぽい、チョキ、グーの方3名残ってますね。この3名でじゃんけんしていただいて勝った方にしましょうか。裏メットなしでじゃんけんしていただいて、じゃあいきますよ。最初はグーでいきましょうか。いきます、せーの、最初はグーじゃんけんほい、最後ですね。もう一回、じゃあ最初はグーでいきましょう。最初はグーじゃんけんほい、あ、当たりましたね。お客様です、おめでとうございます。これもう今渡しちゃいました。はい、じゃあとりあえずステージの脇にお越しください。
じゃあ、ふにゃっしーは今の間にサインを書いていただいて。サインだっけ？あ、葉っぱ、もぎ取ったの。じゃあ、ふにゃ、こっちでサイン書いて。その間に、船五郎がじゃんけん大会を行いたいと思います。船五郎はどうしますか？勝った人、負けた人。負けた人、じゃんけんに負けた人が残る、負け残りで行きたいなと思います。今回も椅子座られてる方だけで一組様、1名でお願いします。はい、はい、では参加する方手を挙げてくださいね。いきますよ。はい、いきます。せーの、ひだごろじゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、グー。パーの方、あ、ごめんなさい、負けだからチョキの方ですね。チョキの方残ってください。チョキの方残ってくださいね。いますか？まだ結構いますよ。もう一回行きましょうか。はい、ふなごろじゃんけん、じゃんけん、チョキ。はい、ということはパーの方残りですね。パーの方結構残ってますよ。あ、残ってますね。あまり減らなかったですね。ちょっとこれが読まれてるなかった。まあ結構単純なパターンがあるのかもしれない。単純なパターン、ちょっと次は読まれない。ちゃんと取ったことないですけど、意外とあるかもしれない。じゃあ行きましょう。もう一回行きましょう。はい、はい、チョキということはパーの方残っててください。2名かな。じゃあ僕はじゃんけんで決めてもらいましょうか。お二方でじゃんけんしていただいて、負けた人にしますか、勝った人にしますか。どっちがいい？誰に聞いてる？じゃあ負けにしようか。負けですね。じゃあお二方でじゃんけんしていただいて、負けた方が景品ということでよろしいですか。よし、どうぞ。じゃあ船五郎さん、掛け声。アイコです。アイコでしょ、アイコでしょ。あ、負けた、負けた、喜んでおります。さあ、おめでとうございます。では、あのステージの脇まで来ていただきまして、こちらで船五郎からサインを書いてお渡しさせていただきたいなと思います。はい。じゃあ五郎さん、サインを書いていただいて。サインを書いている間にフニャッシーからプレゼントしますか。あ、これでも両方サイン書いてあるんですね。じゃあちょっとこれ入れますか。この間譲る、対決してたからね。飼い猫と遊んでるだけじゃないですか。取れる？から見た人何だか分かんないよ。せーの、オーファイ。おおおおおお、ゆずる2回やったけどすげーラリーだった。オッケー。何がすごいって、フリアがちゃんと見えてるのがすごくね。はい、おめでとうございます。大きくなってて、あとですね、ちょっと五郎さんとちょっとやってみましょうか。五郎さん、運動神経いいですかね。ふにゃ、知ってる？五郎、運動神経。五郎、運動神経あんまり。頑張って見てね。
フニャうまいっすね。フニャうまいなピナ。フニャ今ちゃんと芯で打ってましたよ。じゃあゴロさん下からちょっとトスしてあげるんで打ってください。いいですか。はい、ほいじゃあフニャに変えてください。難しい難しい。いくよ。うん、ほい。あ、これなんか、いけそうだったね。いくよ。ちょっと難しいよ。もっと強く打てる。もっと強く打っていいやっけ。じゃあ、いくよ。はい。あー、え、ちょっと無理。これ、上手くなるのに相当時間かかりそうですね。そうだね。ラスト、ラスト。はいはい。はい、じゃあ、いきまーす。おー、おー、だいぶ上手くなった。うまくできた。ちょっと早すぎたね。早すぎた。ごめんな、ピナフニャ。フニャゴロ永遠に遊んじゃいそうなんで。あ、ごめん、満足した。満足じゃあせっかくなんでお写真撮影みんなに撮ってもらいましょうか。いいな、いいな、ね、じゃあまずステージこちらフニャゴロフニャシーから見て右側のお客様から行くか。なんかフニャちゃんバドブみたいな。フニャこう見ると、はい、バドブみたいね。なんかさ女子高生みたいな感じだったな。じゃあ、フナゴロから見て右側のフナゴロフニャシーから見て右側のお客様から写真撮影いきましょうか。かわいいポーズ仕上げてくださいね。じゃあいきまーす。はーい、ダッピン。さあ、さあ、さあ、お写真撮れたら手下げてあげてくださいね。はーい、5、4、3、2、1。はい、ありがとうございます。じゃあ真ん中のお客様、お写真撮影タイムいきましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい、にゃっし。長野のね、角に、触角にラケットを、ラケットじゃない、シャトルを刺してましたよ。刺してない。刺さった刺さない。はい、じゃあ5秒前、4、3、2、1、はい、終了です。じゃあ最後、名古屋の東側から見て左側のお客様、写真撮影タイム行きましょう。せっかくなんでいっぱい撮ってあげてください。はい、五郎さん映ってないんで、はい、行くよ。はい、やったピン。5、4、3、2、1。はい、終了です。じゃあ毎回恒例となっておりますが、皆様と一緒にお写真撮影したいなと思いますので、フナゴロフニャシー一旦ちょっとステージ降りていただいて、はい、お客様と一緒にお写真撮影いきましょう。この写真あの Twitter で後でアップしますので、お写真写ってはいけない方、ご都合悪い方はお顔を隠すなり、していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。よいしょ。おー、ゴルちゃんラケット気をつけてね。大丈夫、ごめんね。これはもうこれ味で入れましょう。はい、じゃあフニャも大丈夫かな。はい、じゃあ行きます。パトラマで撮りますんで、ちょっとの間、動き止まってくれ、止まっててくださいね。はい、じゃあ行きます。はい、ナッピン。撮ってますよ。バトナバで撮影しております。はい、それだけでございます。大丈夫ですかね。はい、じゃあお写真撮影終了というところで、最後ステージに戻って、
賞取ってないからみんなそういえば最近取ってない、かつては取っていたかのような発言ありがとうございますかつては各賞取っていましたが、最近は取れていないという名号。いや、ずっと前から取ってないんか。いやいや、そんなことないですよ。この間の5月13日ですか、このイベントでも船頃かなり話題取ってたと思いますよ。恥ずかしいね。船頃のお誕生日イベント来たよという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。その1ヶ月前、ふがっしーの誕生日イベント来たよ、はい、もうちょっとね、2月のイベント来たよという方、もう皆さん両方来ていただいてるんですね。またね、来年もやれたらいいですね。そうだっけな、ね、で、まあ、今度もう来月はふなっしーのお誕生日イベントもございますので、はい、イベントご当選された方はぜひ、楽しんでいただければなと思います。はい、じゃあ最後、最後、はい、締めで、ふなちゃんも締めの、じゃあ締めの挨拶するな。締めダンスする。締めダンス。では、船頃のフェスに退場しましょう。ありがとうございました。